はい、こんにちは、セラスケです。今回はじゃん、こちらのウォーハンマーの中のね、ウォークライっていうゲームがあるんですよ。手軽に遊べるって感じの、ミニゲームとまでは言わないんですけど、ちょっと軽めのゲーム、ウォークライ、めっちゃ楽しくてね、私もすごい遊んでるゲームなんですけど、このウォークライっていうゲームの中からのモデルを塗っていきます。一つ目のね、なんかサイクロプスっていうんですかね、なんかちょっと目が一個しかないちょっと巨人みたいな感じのね、なんかドラクエとかでも出てくるじゃないですか、そういうの、うん、そういうの、うんで、こちらのサイクロプス、お名前がね、ウォーフォモロイドクラッシャー、あ、割と読める感じだった、フォモロイドクラッシャー、きっと合ってる、きっと合ってるはず。はい、ということでフォモロイドクラッシャーのモデルをね、塗っていきたいと思います。今回コントラストカラーをフルに使ってすごくかっこよく仕上げていきたいと思います。いつもね、コントラストカラーを使うと割とね、全体的に色味が明るい、ちょっと軽めの仕上がりになるんですけど、今回は、影の部分をしっかりと作ってくれたり、色のトーンを落とすっていう役割をしてくれるシェードカラーもしっかりと使って、重厚感ある感じで仕上げていきたいと思います。はい、じゃあ早速塗っていくよ。
はい、ということで完成しました。かっこいいでしょ。いやね、自分でもね結構いい感じでできたなって思ってます。肌の色をあのね見本の感じでやるのか、それとももう完全にオリジナルでもう好きな色のせるのかってね、実はねすっごい悩んだんですけど、うん、まあもう風オリジナルな感じでやりましたね。うん、であとね、私ねこの子が腕とかにねなんか巻いてるんですよ、いろいろくる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 って巻いてるんですけど、それがねなんか包帯的なものなのか革のベルトなのかちょっとね分からなくて、悩んだ結果自分の中でなんか包帯的なものを巻いてるということにしました。でも多分ね見本見た感じ革のベルトみたいなのを巻いてるんだと思います。いやこの子ね初め見た時は、あ結構なんだろう、シンプルなモデルな感じがしたんですよね私。あ結構塗り分けとか少なくできそうなモデルだなと思ったんですけど、塗ってみたらそんなことなかったよ。全然めっちゃ細かいし、造形ももうすごいね細かくこと細かく作られてて、すごいなんかこだわりを感じましたね。めちゃくちゃかっこいいですこのモデルね。私ねこの足場めっちゃ草生やしたんですよ、ほら草だらけ可愛いでしょ。はい、ということでね今回はこの、はい今回はこのフォモロイドクラッシャーを、全て筆でシャデルカラーを使って塗りましたと。はい、いかがでしたでしょうか。私的にはやっぱりかっこよくできたなと思っています。はい、ということでね皆さんもぜひこのモデルね気になった方は購入して塗って楽しんでみてはいかがでしょうか。でこちらねウォークライっていうゲームのコマでもあるので、まあ余裕ができた方はゲームを試してもゲームをね遊んでみてもいいと思いますよ。私も遊んでるゲームだしすごい楽しいですよ。うん、はい、ということでじゃあね今回はこの辺で、じゃあねまたねー。